今日のテーマはですね、まあ、メイクについてのことなんですが、やっぱりメイクする時の気持ちとか、メイクをする手前のね気持ちってあるじゃないですか。その今日はメイクあんまりこうする気ではないわ、今日はなんかそんな気分になれはなれやんとか、いろいろ健康でない人が風邪ひいてる時にメイクっていうわけにいかないと思うんですけど、まあ、健康であったとしても今みたいなこんなご時世でなんかこう暗いニュースを見てる中で、いつもみたいにこうはつらつと元気にメイクができない人も中にはいてるんじゃないかと思うんですね。でそんな中でちょっとまあこの一つ僕のまあメッセージとしてお伝えしたいのは、まあ、ネガティブ仮面っていう、まあ、僕いつもちょっと本に書いてるんですけど、ネガティブ仮面っていうのはどういうことかというと、まあ、皆さんも子供の頃になんかこう仮面をかぶったって経験ないですか。鬼の仮面とか、もしくはなんかヒーロー仮面とか、お店なんか行った時ね、そのちょっとこう仮面をこう変えたりね、やったり、そういう思いじゃないですか。でその仮面をかぶった時に一瞬で自分の心が変わったりしません？例えば鬼の仮面になったら、鬼の仮面になってちょっとこう凶暴になって、なんか人を攻撃してるのみたいなね、仮面になってをかぶるとそうなったりとか、ヒーローものやったらなんかじゃなくて自分がすごくこう人を助けてね、やるぞっていうような愛に満ちたその感覚になるとかあると思うんですね。でこれを僕はもうメイク、まさしくメイクっていうのはお化粧っていうのは化けて装うっていう、まあ、皆さん言いますけど、実はメイクっていうのもこの仮面をかぶる作業なんですよ。だから毎朝そういう意識を持っていただくとすごくいいということが分かっているので、まあ、例えの話をさせていただきますと、もしもの話ですよ。もしも、あなたがねそのメイクをしている時にこうすごいいろんな作業が迷いの作業がたくさん多い、まあ、これ結構アンケートでも多かったんでね書いて言うんですけど、メイクって迷いの多いものっていうアンケートが多いんですね。で迷いが多いということはどういうことかというと、もうメイクで迷いをしていくと、どうしてもその自分の心にも迷いが出たり、朝一の作業で迷いというものの一つの経験の時間を積んでいくと、スタートしたその一日の中でもちょっとしたことが迷いという、まあいわゆるその迷い仮面をつけて人に会ってる。だから迷ってる仮面をつけてるから、人から見たらこの人自信ない顔やなって思われたりするか分かりますよね。だからそういう迷い仮面が実は自分のその潜在意識の心の中に毎日毎日知らない間に入ってしまうということが一つの例があるんですね。それとか今度はですね、焦るっていう人も多いんですよ。なんか作業ってすごくこう早くせないと、例えば仕事に行くからってメイクはもう焦って急いでやっていくっていう、こういう癖の方っていうのは、実は僕これは焦り仮面って言うんですけど、焦り仮面をつけた人がどうなっていくかっていうと、常に人生にゆったりとした感覚を持てなくって、人に対しても攻撃的に、いわゆる自分が焦ってるから早押し早押しみたいな感じで、せっかちなイメージ、まあ、これは自分の方も言えるんですけど、そんな自分もあったんですね、若い時にね。なんか1秒たりても2秒たりても人の時間を取ったら許せやみたいなね、そういうふうなこうせっかちな自分をいつも演じてる仮面を作って、毎日毎日生活をしていくと、人生もせかせかとしたような人生になっていく、まあ、こういうこともあるわけです。で3つ目の仮面なんかは、これはですね、難しいってやつよ、うん、難しいって、まあ、メイクだけじゃなくて何でもその難しいって口にする人多いと思うんですけど、メイクするときに難しいって言った仮面をもしつける方はどうなるかという、メイクしてて、なんか間に引くの難しい、前難しいってこう常に難しいっていう心の中で叫びながらメイクしてると、これすごくその出来上がった後でもね、何かことあるごとに難しいオーラが出てしまうんですね。で、いや、こんな簡単やと思ってたら、新しい、いろんな新しい挑戦せなあかんことでも、難しない、簡単っていけるんですけど、その朝一番の一番大事なこのメイクの時間っていうのは、もう朝の始まりじゃないですか。その始まりの時間に、もうなんか難しいわってこう、しかめっ面をした状態で、しかめっ面仮面をかぶって、一日をスタートすると、本当に難しい人生、なんか何事もチャレンジするのにビクビクしてしまうような人生が、まあ、になってしまうと。傾向的にはそういうことが結構あるんですよ。だから、潜在意識にこう、刷り込まれていくっていうのは、一日だけのことではないので、その癖という本人が気づいてない段階で、どんどん刷り込まれていって、
そのまま知らず知らずの間に自分の中の潜在意識もそうだし、その自分と周りに対する周りからの見られ方として周りの人にも潜在意識の中入ってしまうから、あの人ってなんか暗いよね、いつもあの人って一個も自信なさそうやね、迷ってるばっかりよねみたいな感じの、まあ取られてしまう。これ非常にもったいない話だと思うんですね。だからまあ、潜在意識に刷り込んでいくということは、潜在意識にアプローチして、それを自分でもう一回顕在的に考え直してメイクをしていくということを僕、まあお話をしてるわけです。昨日もちょっとお話しさせてもらったんですけど、この動画なんか見てるときって、まあちょっと例えば僕今日眉、またね、少しこういうところを来たときは眉描いたりするんですけど、このペンでちょっと気合を入れて、せっかくなんでこういうとこよ、男の人はこういう眉尻あんまりしょんちょんにしたらあかんの、まあ僕もちょっと描いてるんですけどね、ちょっと描いていくと、輪郭が締まるんですね。顔の輪郭が締まったり、まあするわけです。これなかったらもっと膨張して見えるんで、だからこういう、遠隔とかでオンラインでするような方がこれからどんどん増えると思うので、まあこういう眉の描き方も気をつけてもらいたいと思うんですね。で、これなぜこんな話を毎回してるかというと、こう情報のデータって、まあもう皆さん知ってると思います。この動画というのは本当に情報量がすごくって、文字に起こすと、これ1秒間にですね、まあ1秒間に、だいたいこの0という数字あります。それ、まあビット数だけど、このビットでいくと、4000億ですよ。4000億のビット、データ量があるんですよ。それどれぐらいかというと、もう本にあったらもうすっごい、もう図書館ぐらいの本のデータがあるわけです。これ1秒ごとにそういうのをずっとデータのやり取りが、実はこの画面を見て判断したり、ちょっとした一瞬でこの頭でこう解析する以前の問題にもどんどん刷り込まれていくわけですね。だからまあ朝メイクするときにご自身がこうメイクした自分の顔を見た瞬間、1秒2秒3秒この時間の中でもすごく自分の、ネガティブな部分とポジティブな部分のこの分かれ道で潜在意識の中にずっと入っていく。これが積み重ねの上で1年経って2年経って3年経って潜在意識の中で、自分の人生がこう影響を受けていくというふうに言われてるんです。だから常にこの潜在意識というのは過去のデータの集まりなので、どっかでそれをリセットしてインストールしていかなあかんですね。だからもしあなたがこの動画を見ていただいて、私はメイク不得意なの、私はメイク迷ってるの、心配なのみたいな、もういろんなこのネガティブな虫感情があるとしたら、それはあなただけじゃなくって、たまたまそう思ってしまうことがここに全部入ってしまってただけだということで、もうまあせっかく聞いていただいたんやから、明日の朝からね、メイクするときに、それを自分で一旦ですね、リセットしてしまう。まあそういう意識を持っていただくと、非常にいいんじゃないかなということで、まあ今日はこういうふうにね、話をしていってます。まあ僕自身は、あまりこういうメイクのデモとかいうのは、まあどっちかというと精神論が結構多いんですね。で、もちろんこのメイクアーティストでも、すごくその、いろんな、細かいメイクをする方もいらっしゃいますし、まあ僕も全くできないわけではないんですが、僕が今なぜこういうふうな、特化してやってるかというと、一般の方ができなかった意味がないわけですよね。僕たちはメイクアーティストとしてプロとしてずっと何十年もやってくると、もちろん自分は一般の方に負けないだけのメイクはできますが、ただそれを本人ができてこそ初めてその本人の人生に影響を受けるわけですよね。だから一回僕が例えばあなたのメイクを担当してやりました、でやってもし影響が出るとしたら、やっぱりプロフィール写真とかがそうなんですよね。プロフィールなんか残りますから、形としてね。だけど、一回のレッスンをしたからって、それが、ずっと自分ができるようになっていく、そこまでやっぱりね、結果を出さないと、もう意味がないと僕は思って、だからこそ、この精神論も話して、できるだけ一般の方にもお伝えしたいようなメイク術ということで、まずは眉の話を、今、最近ね、特に力を入れてやってるわけです。まあ今実際の話、実際はですね、こんな感じで僕は公式サイトのところに、KYC ヒデというを検索してもらうとすぐ出ますけども、この下の方にメニューずっと左側にありまして、この一番下ですね、ここにメルマガ登録というところがここにあります。でこれをクリックしていただくと、まあいろんなこの詳細も載ってるのと、メルマガのこの流れですね、これ無料ですのでね、こんな時期ですから、特にお家でいてる時間が多くなると思いますんで、これ2日に1回配信をします。で、
ご自宅で、一人でこっそりと練習できるようになってますし、8回あるんですけども、毎回毎回その日に練習できなくても見返してもらえるようになってますんで、まあ、この、大体この8回見ていただくと、まあ、今までメイクに自信のない方、眉に自信のない方でも、ちょっと練習していくきっかけになると思います。そうするとね、ちょっとしたことが自信につながっていきますから、まあ、この8回やったことを全て 100% できなくてもいいんです。ちょっとでもヒントになって、ちょっとでもその、昨日より今日、今日より明日ってね、着実に上手くなるようになると思いますんで、ぜひこれを使ってもらって、やってください。